京都市の北に位置する一条通りに約400メートルの長さにわたって商店が並ぶ大将軍商店街があります。この一条妖怪ストリートでは秋になると妖怪仮装行列の一条百鬼夜行やフリーマーケットのもののけ市が開催されます。近隣には北野天満宮や大将軍八神社をはじめ金閣寺や平野神社など数十もの神社仏閣があり、北西部の商業地としても発展してきました。百鬼夜行は季節の変わり目の節分の夜に出没したと言われています。季節の変わり目は陰と陽の気が入り乱れるタイミングのことです。今よりも闇が深かった平安の夜、さまざまな化け物が徒党を組んで京の都を練り歩いたと言われています。その中でも特に有名なのが一条通りの大行列で、化け物たちは美しく飾り立て、西から東へ進んだといいます。これを百鬼夜行といい、大将軍商店街を通る一条通りは、古の昔から妖怪たちが行列した百鬼夜行の通り道なのです。ようこそ、ナビゲーターのたまこです。古の京都へご案内いたします。つくも神絵巻について少しお話ししたいと思います。つくも神とは、長い年月を経て古道具に魂が宿り、様々な形に変化する古道具の妖怪のことで、古来より日本では、道具は100年経つと化けて人間に悪さをするという俗信があり、99年で捨てることがありました。100年に1年足りない99もつくもと呼びます。ある時に落住落外の家々から古道具が捨てられました。その捨てられた古道具たちが一箇所に集まって話し合いをしています。真面目にご奉公してきたというのに恩賞がないどころか道端に捨てられ、牛や馬に蹴られるなど、なんと恨めしいことではないか。こうなったら妖怪になって仕返しをしてやろう。節分の夜になると古道具たちは教えの通り自ら命を絶ち、変化の神に身を任せました。元より100年以上生きた道具のこと、魑魅魍魎の姿となり、恐ろしい妖怪となりました。都へ行っては捨てられた恨みを晴らし、悪さばかりするので、人々は恐れるようになります。しかし化け物のことですので、退治しようにも方法がありません。ある時、自分たちを妖怪にしてくれた変化の神を、変化大明神と名付け、感謝を捧げるために例祭行列を行い、一条通りを西から東へと大行進します。さまざまな作り物に趣向を凝らし、美しく飾り立てています。これが有名な一条通りの大行列です。さて、この一条通りで、折しも時の関白殿下が西へと進んでいたため、妖怪たちの行列と鉢合わせをしてしまいました。人々は馬から落ちて気絶してしまい、地面に倒れ伏しましたが、殿下が車の中から妖怪たちをじろりと睨むと、不思議なことにお守りの中から炎が吹き出し、あっという間に広がって妖怪たちに襲いかかり、命からがら逃げていきました。関白殿下はこの騒ぎを帝に奏上します。帝は大変驚いて占いをさせたところ、厳重に慎まなくてはならないということで、神社へぬさを建て祭り、お寺でご祈祷を始めることになりました。ご祈祷の会あって、御殿の上に明るい光が見えました。その光の中には、七八人の御法道寺がおのおの武装して立っていました。御法道寺とは、密教でいう神の使いであり、式神と同じく二組で行動し、式神と違う点は悪さをしないことです。そして光は北を指して飛び去り、あっという間に妖怪たちを捕らえました。妖怪たちは人間を困らせたりしないと固く約束し、心を入れ替え、偉いお坊様のところへ行き、修行をしたいと願います。やがて妖怪たちは長きにわたり教えを守り、修行の会あって、それぞれ即身成仏したということです。この一条通りには橋が架かっていました。当時は
土御門橋と呼ばれており、死んだ人を都の外へ送り出す葬送の橋として使われていました。794年の平安京造営に際し、北に位置する一条大路に南北に流れる堀川を渡る橋として架橋されました。かつて近くに蓮台野という僧城があり、葬列の見送り人はこの橋で送りに行き戻り帰ったといいます。そのため当時はこの橋がこの世とあの世の境界だったのです。延喜18年、漢学者三好清貫の葬列がこの橋を通った際、父の死を聞いて急ぎ帰ってきた醸造が棺にすがって祈ると、清貫が雷鳴とともに冥府からこの世へ戻ることを許され、親子は再会することができました。そしてその後7日目に清貫は息絶えたといいます。それ以来戻り橋と呼ぶようになりました。平安時代中期、紫式部の源氏物語では、行っては帰るの意味で、行くは帰るの橋と記されています。酒天童子征伐で活躍した渡辺の綱が美しい女に化けた鬼と出会ったのもこの橋で、陰陽師の安倍の生命が式神を隠していたのもこの橋で、平の重盛が戦った舞台もこの橋です。橋裏という占いが行われていたのもこの橋で、道を通る人の偶然の言葉によってその吉凶を占っていました。やがて平安時代も終わり、武士の世になり処刑の場所になったので、江戸時代に万年橋と名を変えますが、定着しませんでした。橋そのものは何度も作り直されていますが、現在も当時と同じ場所に存在します。現代では花嫁を乗せた婚礼のハイヤーはこの橋を通らなかったり、娘が嫁入りするときは戻ってこないようにこの橋を渡らないという風習が続いています。平安遣都の際に北条守護神として大内裏の北西の地に造営されたのが始まりとされ、794年に建立されました。当初は大将軍堂と称しましたが、江戸時代初期になって大将軍社と改められ、明治時代の神仏分離令によって、スサノオノミコとその巫女五男三女神並びに桓武天皇を合祀することとなり、巫女八神と包囲神の八将軍が集合して大将軍八神社となって現在に至っています。大将軍堂は当時祇園社の管轄であったことと大将軍の神格が似ていることから、御祭神をスサノオノミコトに関連付けられたとされています。大将軍とは陰陽道に言う精神天大将軍で、宇宙の中心の神、ここでは都の中心を守るための神とされています。そのため建築、移動、旅行などに関し法除け、厄除けの神として世間の崇敬を集め、時の権力者たちも厚遇したと言われています。地元では大将軍さんと呼ばれ親しまれています。